ロイター。ロイターは、イギリス・ロンドンに本社を置く通信社。カナダのトムソン・ロイターの一部門。ユダヤ系ドイツ人のポール・ジュリアス・ロイターが設立した、イギリスの報道及び情報提供企業。通信部門が有名だが現在では、市況速報を手掛けていたことから派生してきた、金融情報の提供やそに付随する事業の比重が、むしろ大きくなっている。 カナダに本拠をく大手情報サービス企業であるトムソンに買収されたことにより2007年5月15日にトムソン・ロイターとなったが金融情報報道部門では引き続きロイターブランドが使用されているユダヤ系ドイツ人のポール・ジュリアス・ロイターはフランスのアバス通信社、現フランス通信社で通信社の経営を研究した後ロンドンに移り 正確かつ迅速なニュースの周配で信用を築き上げる。1851年には、英仏海峡における海底ケーブルを使って、パリの相場情報、ロンドンの金融情報を各地に配信を開始した。金融外における信用を築き東方への道を開いたロイターは1870年に、元の勤務先、及びドイツのボルフと市場分割協定を結び AP 通信。 1892年に発足が基盤を持つアメリカを除く世界のニューを3社で独占。この大同盟は AP に破られるまでロイターの世界支配の基盤となった。このためテリトリーとなる極東にはアジアハイウェイ、上海長崎、ハバルフスク長崎が上陸してすぐに幹部を派遣して視察している支局については不明な点が多い。 彼らの目論み通り日本の新聞社は外信を欲し、中国、日本におけるロイテル電話・デンはロターのドル箱となり、この創始国を止ませていた。日本との関係では、日清戦争期の1894年7月26日に青木修造と密約を交わしている。内容は五か条である。4が契約として曖昧な項目となっている。 1899年、国内10市と契約。東京日日新聞、日本新聞、一万長報、東京朝日新聞、毎日新聞、中央新聞、都新聞、国民新聞、中外商業新報、放置新聞。1901年、電報の漏洩を禁じて12社と契約。ジャパンタイムズ、時事新報社、東京朝日新聞、読売新聞。 東京日日新聞、中央新聞、都新聞、放置新聞、一万長報、国民新聞、肘新聞、日本新聞。新聞総乱大正7年版、株式会社日本電報通信社発展史実によれば、電通が創立後間もなくロンドンルートル社と特約を結んでいる。契約時期は不明。それでも、第二次世界大戦後の民営化後は、 1956年のソ連共産党の秘密大会で行われたニキータフル市長府首相によるヨシフスターリン批判をスクープするなど報道機関としての実績を作り上げてきたしかし1980年代に入り経営が再度悪化して経営改善のために経済ニュースや金融情報サービスの強化に取り組みついには社内の大半の反対を押し切って為替取引の 仲介業務にも参入。現在では、報道機関としての売り上げの比率は大きく減り、売上の実に95%以上を、金融情報サービスが稼ぎ出している。1998年7月、リッパーアナリティカルを買収、ニューチュアルファンドをコンサルティングするようになった。当時のアメリカは、インターネットバブルのただ中にあった。2004年12月には、 アメリカの金融情報会社であるマネーラインテレレート社を約1億7500万アメリカドルで買収また同時にテレレートと契約している日本経済新聞社の子会社クイックマーラインテレレートをおよそ19億円で買収した2007年5月15日カナダの情報サービス大手企業であるトムソンがロイターを87億ポンド 約2兆1000億円で買収することで合意したと、ロイターは伝えた。2008年4月17日に買収が完了し、新会社、トムソン・ロイターが発足した。金融情報サービスで、米国ブルームバーグを抜き世界最大手となる。金融情報、報道部門は引き続き、ロイターブランドを使用し、ロイターの編集権の独立も維持されるとしている。しかし、 他の報道機関からはトムソンに買収されることによってロイターの法が変質するのではないか東京新聞ニュースの質及び編集の中立性に起こりうる長期的な脅威 BBC といった懸念が表明された。なお日本では2008年10月13日以降テレビの株価金融情報のクレジットがロイターズロイターからトムソンロイターズ トムソン・ロイターに変更されている。株式会社ユニバーサル・エンターテインメントは2012年12月4日、ロイターの記事で損害を受けたとして、トムソン・ロイター・コーポレーションと同社の記者、編集者3人、ケビン・クロリキ、イアン・ゲーゲン、久保・ノブ・ヒロの各紙に対して2億円の損害賠償を請求する訴訟を東京地裁に提起した。 ロイターは、同年11月16日に配信した記事で、同社について、フィリピンのカジノ規制当局首脳の側近に不正な、資金提供をした疑いがあるとして、アメリカのカジノ規制当局が調査に乗り出している、フィリピン側に流れ出たとみられ、資金の総額は4000万ドル、と報じ、同月30日に配信した記事では、この資金の流れについて、ネバダ州カジノ規制委員会は、 ユニバーサルの岡田会長を参考人として呼び、事情聴取をする見込みだと報じた。ユニバーサル側はこの二つの記事について、公平かつ適切な取材活動を行っていれば、容易に回避できたはずの事実誤認ないし偏見が含まれており、悪意に満ちたものであるとし、これまで気づかれてきた、ロイターの報道機関としての地位を貶めるものと、非難している。これに対し、 トムソン・ロイターの広報担当者は、報道には、自信があるとコメントしている。同裁判は2014年4月に、口頭弁論が行われた。複数のインターネットメディアから、ロイターニュースは投資家に、都合の悪いニュースを没にすると指摘されている。同報道によると、アメリカのロイターの記者は、ヘッジファンド、サク・キャピル・アドバイザーズの代表者である。 スティーブン公演が、かつてインサイダー取引を行った疑惑についての調査記事を2009年12月中旬までに執筆した。しかし記者から接触を受けたコーエ演が、記事のことを知り知人であるトムソン・ロイター・マーケッツのデビン・ウェニグ CEO に直接クレームをつけたところ同記事は配信されなかったというロイターニュースの編集長はその件で ベニグ CEO から電話をもらい、部下の編集者に対処するように命じたことを認めている。同記事は、証拠書類に基づいて執筆され、事前に記事を見た、トムソン・ロイターの弁護士から、配信許可も受けていたという。この一件について、トムソン・ロイターの広報担当者は、単に編集上の段に基づくものとコメントしている。アメリカ同時多発テロ事件の報道で、 テロリストという言葉を使わなかったことや、パレスチナ問題でのイスラエルに対する厳しい姿勢などから、反アメリカで左に傾いていると保守系メディアから、非されることもある。ロイターニュース、日本語サービス前編集長は2006年6月に、大阪市内で、FX 業者である、日本ファースト証券が主催した投資セミナーに出向いて、講演していた。 同証券の不明瞭な経営実態については、当時から一部報道で知られていたが、同セミナー開催の半年後には、金融当局から初回の行政処分を受け、さらにその後も短期間に二度の行政処分を受けた、挙句、2008年3月に破産した。ロイターニュースの編集倫理要項、ハンドブック・オブ・ジャーナリズムは、同社に所属するジャーナリストの独立性について、社員は、 事前に上司から許可を得た場合を除いて、社外で報酬を伴う仕事に従事してはならない。報酬を伴う仕事とは、例えば本の出版、記事の投稿、会議での演説、商業目的及びニュース目的での写真撮影などが含まれるなどと規定している。150の国に1 3 0都市に支局があり、19の言語で提供している。 現在主要マスコミのほとんどは、ロイターと契約している。過去には、イギリスのラジオ局を運営していたこともある。トムソンとの合併後の労働葬儀については、トムソン・ロイター労働葬儀を参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。